ちゃんもやりです。はい、ということで今日の動画はですね、作業着を着てお送りしております。はい、ということでちょっとごっちゃになってるところなんですけれども、棚を買いました。ということで棚買ったはいいんだけどさ、ピンクじゃないじゃん。まあ見ての通りピンクじゃないので、この取っ手を裏から今このね、あのインパクト使って外して、でこのこれをですね貼っていこうかなと思います。ということでレッツゴー。はい、こんな感じになりました。こうやってね線があるから切って、汚いとこ切ってからやっていこうかなと思います。これ結構壁紙とかにも使ってたので、よくね使ってはいた商品ではあるんですが、よかったらちょっとアマゾン載せておくのでぜひ皆さん買ってみてください。私さ DIY するときってさ動画撮んないのよ基本。なんかなんつうんですか、集中しちゃうんだよね DIY に。だからね動画を撮らないのよ基本的に。だから今撮ってるのがマジ奇跡って感じ。すぐとこう切って、まあ、この部分はちょっと汚いので、これも迷ったんですよ、この色にしようか。これ幅もねちょっとぴったりに近いので、ぴったりに近いというかぴったりか、これにすればよかった。まあいいか、でも光沢あった方がいいなと思って、まあ、とりあえず幅をね決めていきましょう。大体 の幅を決めて、これマスキングテープとか本当はあった方がいいです。あった方がいいんですけど、私の場合はもうババッって感じでやりたいので、ここだなっていうところにこうちょっと爪でつけて、でそこを切ります。これマステ使ってくださいね皆さんはね。だからさ DIY って一回やると集中しちゃうんだよね。喋りながらやると続かないんだもん。だってとりあえず今回は正面がねピンクになってくれればいいんですよ。私は正面にもうぶっ張っておこうと思います。あでもさーそうだー、まあいいや、これでいくか。これでこうやってやるわ。なんかね空気を抜かなきゃいけないわけですよ。だから基本的にはあんまりよろしくない方法でやってます私今。はい、ということで貼っていきたいと思います。これ結構かかってんな。これ1個で10分かかってるぞ。はい、ということで一番下完成しました。ちょっと空気入ってるんで私的に嫌なんですけど、もうこれは直せばいいということで。はい、こんな感じね。泳ぎじゃない。で1個ここ問題なんですけど、穴後ろからぶっ刺します。とりあえずこうやって、はい、はい、でもつけちゃいます。めんどくさいので一個一個待つのめんどくさいから、ちょっとみんなを待たせるの。てかこの完成版だけ載せるわ。多分ね相当時間かかるからさ。はい、こんな感じ。え、かわいいじゃん。かわいいね。
可愛いし、なんならここ全部ピンクじゃなくてここだけピンクでも互い違いで可愛いかもしれないと思ってしまった。まあとりあえずやっていきたいと思います。少々お待ちくださいませ。シュッ。はい、ということで残すこと1段になりました。でここをなんか色を塗らないって言ったじゃん、塗らないで貼らないって。ちょっとミスって一番上と真ん中がサイズがちょっとだけ違うことに私気づいてしまって、なので貼りました。で最後の段貼っていきたいと思います。もう雑です。はい、とりあえず貼っていきたいと思います。すいません、よいしょ。はい、で最後インパクトでこの中のねあれやっていきます。よいしょ、はい、案外簡単に開くのよねこれね、プチプチって。よし、できた、完成。かわいいじゃないですか、いいんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、言うて30分ぐらいはかかったね。このここで結構あれだったんだけど、これちょっと見えますかね。はい、こんな感じでピンクになりました。すごい可愛いです。ということで皆さんもこのね背景シート、これ壁紙の背景シートなんですけど、使ってみてください。背景シートとか壁紙ですね、壁紙シール、よかったら使ってみてください。ということで今回の動画はこんな感じでございました。この動画少しでもいいなと思ってくれた方は高評価と、久々に撮るから撮れないんだけど、ちゃんと高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ベルマークの通知ボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。森有でした。せーの、おつわり、バイバーイ、またのー。噛むわ。ごめんなさいでした。おさりです。おさり。